今私10年近くぐらい日本語を勉強してるんですけど、それでも今までその10年勉強しても全く覚えられない、全く使いこなせてないことが一つあります。まあ、漢字も難しいし、日本語当然まあいろいろ難しいところあるんですけど、一番難しいのはこれなんです。擬態語、擬声語、あと擬音語。何でしょうね、その音で何かのイメージを伝える、その感情なのか何かの音なのか、体勢とかなのか、いろいろあるんじゃないですか。例えばパクパクとかもぐもぐとか、なんか いろいろあるんですね。全然覚えてないわけじゃないんですけど、多分1割ぐらいしか使えない、その擬態語、擬声語、擬音語の中で。まあ、よくあなた質問は自分がどうやって日本語を覚えたのかって、まあ、よく聞かれるのは、同じふうにどうやって英語を覚えたらいいのか。で、まあ、これ英語先生じゃないんですけど、でも、まあ、日本語を別言語として覚えた経験があって、でその経験上の、まあ、自分のアドバイスとしては、英語をどうやって強くなればいいのかって、もう3点の、アドバイスで、やっぱ1個目は、まあ、やっぱりそういう、できるだけその言語の環境に馴染み込まないといけないと思います。で、これは、まあ、ニュージーランドではすごい大変でした。こういう友達の日本のドラマのビデオとか借りたり、日本のカラオケとか行ったり、歌練習したりして、まあ、日本人の友達とか作ったりして、ニュージーランドには、まあ、そういうことをするのすごい苦労しなきゃいけなかったんだけど、でも結果的には、まあ、日本語をよく使ってるようになって、まあ、そういう環境ができて、日本語なんかで頭が回転するようになって。多分アメリカにこんなことやったらめっちゃ問題になってると思うよ。トランプは半端ないリアクションすると思う。そう考えると日本の反応は結構優しいと思う。ね。日本のジェットファイターに武器のレーダーを狙ってさ。ちょっと違うんだけど、俺アメリカで何回も強盗されたことあるんですよ。銃でね。刺されてさ。めっちゃ怖いよ。死ぬと思ったよ。押し込むらしたんだよ。そんなもんじゃん。いきなり武器のレーダー狙われたらね。今日は僕と夏目ミクのために集まっていただいてありがとう。違いますよ。全然違います。全然違いもう最初から外してますからね。クスクス笑いは起こりましたので。今日はいろんな意味で満タンにしてきました、デイブ・スペクターと申します。いや、早めに来ましてですね、もう車大好きですから、でこの T サイトもよく来るので大好きですけども、もう素晴らしいですよ。見ました？まだご覧レになっスたんですトか？カーの方皆さんご覧いただいてますよね。何十台もあって、最初のクラウンから最近までのありまして、もう素晴らしいですね。トヨペットと書いてあったりで、ボネット開けていただいて、もう全部、まあ当然ですけどアナログですよね。つまり昔の車って自分でも直せたんですよね。いそうろいでろいすじっね。て非常に楽しかったですけど、もう懐かしい、もう素晴らしいですね。初めてらしいですね、ここまで展示ができそうたっでていすうのね。は。台数さす的がにのは。歴史があるから感動しましたけどもね。ありがとう。そういうね、丁ダメダメダメ、ありのままの日本語。せめてありのままの俺の日本語を。寧ね、people like who watch this 関係ねえだ YouTube ろ、関 and 係ねえだろ、見 maybe てる they が。want Japanese for like a business situation でしょ。知るか、それ。ああ。いや、でもね、逆にさ、最近さ、Some people want 本当に that そういう人を経てるわけっていうでしか、ょ。いや、ビジネス、Hectic? ちょっと、聞けよ。あ、でも、でも、でしょ。でもね、やっぱりその、今、ビジネス、何？ビジネス志向の、語学ならさ、誰でもやってると。だいたい、中国の方に、やっぱりその、言ってるわけ。どういうこと？要は、日本人が中国に行ってるってこちと？げえんだよ、お前。そう、要はその、ビジネスを目的に、日本語を学んでる人、っていうか、日本語を学んでる人口のピークは、もう過ぎた？そう、過ぎたわけよ。もう、あ、それは、そう、バブル時代だった。そう。あ、そう。で、今はね、僕みたいなアニメオタク。カジュアルなんでそうすそうそう、カジュアルっていうか、まあ、本当真剣だけど、でも、ビジネスじゃなくて、本当にそういう文化そのものが、もっとかまあ、それでですね、まあ、その、まあ僕はその高校2年生の時に日本に留学したんですけど、
でもその頃はそのまだ日本語の勉強を始めてから半年ぐらいしか経ってなくて、まだ全然日本語できなかったんですよね。まあそれでその日本人ももちろん英語できないわけで、まあそれでその誰ともコミュニケーション取れなかったんですよね。まあそのせいで友達も全然できなくて、まあそれに加えてそのホストファミリーともあんまそのうまくいかなくて、まあいろいろ辛いことが重なって、結局はその留学期間のその途中でアメリカに帰ることになりました。まあそれでそのまあ当たり前なんですけど、その帰国した時点ではまだほとんど日本語できなかったんですよ。まあでもそのまあ日本で結構辛い体験したんですけど、でもそれまでの努力を無駄にしたくなくて、まあ、結局その日本語の勉強を続けることにしました。